あ、涼しい。あ、加湿しよう。OK。はい、翔太です。今日はですね、実は年末年始、りょうさんが仕事でですね、帰るのが遅くて朝が早いみたいな生活なので、ホテルに泊まりに来てます。職場の近くのね。で、そこでちょっとクリスマスプレゼントをプレゼントするがてら、ホテルで一緒に泊まれればなと思って今回来ました。もうこんな時でもね、仕事大変だけどね、休めれないからね、うん、っていう感じでここに泊まってきたわけです。何して遊ぼっかな。終了。おかえりー。おかえりおかえりー。ただいまー。いやーすごい美味しそう。そうなの。ちょっと映しますね。テーブルがないからね。綺麗に食べようね。まあ手作りではないんですけど。スーパーでねちょっと。そうだね。まあでもまあでもこれでも幸せだね。うんうん。じゃあ乾杯しよう先に。うん。いいね。はい、乾杯。乾杯。うん。うまーい。美味しい。食べていこう。うん。いただきまーす。いただきまーす。どうぞ。で、いや、俺ピザから食べよう。俺もピザから。いただきまーす。美味しそう。これをマルゲリータ。うん。美味しい。美味しいね。もちもちしてる。うん。スーパーのピザも侮れない。な、美味しい。美味しい。うん。めちゃくちゃお腹空いてたからめっちゃ。うん。そうだよね。うん。うん。イェーイ。この動画が上がってる頃はもう年越してるよね。そうだよね。皆さんは年末テレビは何派ですか？俺は、紅白派。そうだよね。うん。でもね、もうここ最近はもうリアルタイムじゃ見れないから、録画して年明けて見てる。うんだよね。うん。ひょにょ。いや、それも美味しそう。うん。うん。ピリ辛？そうだね。うん。ありがとう。うん。辛みも。美味しい。飲んでる？飲んでる飲んでる。大丈夫？終了。いやもうここ最近さ、うん、仕事バーってずっと入ってんじゃん、うん、しかも朝早いしさ、うん、夜遅いしさ、はいはい、いやいいね、うんうん、もうすぐ寝れるっていうのが移動時間短くて、うんうんだね。いや、今回ね、翔ちゃんが招待してくれたから、うん、嬉しい。ありがとう。いやうん、本当はね、明日5時起きの予定だったんだけど、うん、まあここに泊まれたおかげで、7時で大丈夫かな。まあでも早いけどね、それでも。まあね。まあまあでもしょうがない、今の時期は。食べてる。このサラダ美味しい。うん。美味しい。うん。うん。え、超美味しいんだけど、これ。ねえ。食った？めっちゃ美味しいんだけど。ねえ。いくらが美味しい。うん、これわさび全部食べていいよ。わさび？うん。美味しいよ、それ。わさびが一番美味しいだろ、これ。わさび？わさび美味しいよね。うん。そんなもったい、分なっても一気にいけって。美味しいでしょ？お。お。あ、いけた。いけるんかい？終了。せーの、ごちそうさまでした。お腹いっぱい。うんうん。お風呂行こう。うん。あ、風呂、あ、風呂、あ、風呂。さて、お風呂に今から出発つつ、おしんこー、おしんこー、お風呂、お風呂、お風呂。さ、戻ってきました。はい。久しぶりに温泉入ったら気持ちよかった。さあさあ、乾杯しよう。へい、いただきます。イエイ。おいしい。そう、どうぞ。なんか、うん、俺らまださ、見てる人たちはもう年明けた世界にいるじゃない。あ、そうね。俺らまだ年明けてない。もうちょっとそわそわしてる時期じゃん。うん。そわそわする？そわそわするわ。そわそわしてる時期じゃん。そうね。でさ、そわそわする。思うんだけどさ、うん。あ、もう12月だねとかさ、うん。気づけば、あーもう年越すわ、うん、どうしようこの先ぐらいに考えるじゃん。早っみたいなね。早とか、そう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 。もうあとやべ。何ヶ月でみたいなね。うん。あるある。うん、あれは、何あれ。終了。あれは、だってさ、年の初めとか、なんか4月5月ぐらいとかだったらまだ言われるじゃん。なんか、あ、もうあっという間に次の年になっちゃうな。やべ。みたいな。うん、何あれ。なんだろうね。ちょっとさ、うん、みんなその、年明けることに危機感を覚えすぎ。
そんなそわそわしなくても同じぐらいの来るんだから 同じ毎日がね、そう同じ毎日が来るんだから、うん、12月31日も1日も変わらないなと思ってて、ただね、うん、あの区切りとして線が引っ張ってあるだけで、うんうんうん、特に何が変わるってわけでもないじゃないよね、うんうんうん、いやだからもう年末ってものに踊らされてるなって思ってて俺らがやばい、やべえなと思って、確かに確かに、俺もさちょっとさ10代の時さ、うん、あのカウントダウンでジャンプしようみたいな、おうおうおう、5 4 3 2 1、みたいな、わかるあれ、うん、でどうせさもうそのそれってもうすぐさ2月とか3月とかなったら、うん、ああもう2月3月だねとか言い出すの早いねとか、そうそうそう、結局ね踊らされないで、みんな踊らされないで大丈夫、どうってことないから年越えても、うん、いやでもさ年々さ1年経つのが早くなるとか言うじゃん、でもなんか感覚的にそれはやっぱある気がするんだよね、分かる分かるね、うん、はい、1年経つのが早い、確かに、うん、ひょにょ、さあということで、はい、寝よっか、はいはい、寝る、寝よっか、シングルベッドだけど2人で寝るっていう、本当はツインなのこの部屋、うん、一緒に寝るの、うん、寝る、俺のことが好きなのね、うん、よし、寝よう、あ、気持ちいいね、うん、シュじゃない、シュはいい、おやすみなさい、そして明けましておめでとう、あ、忘れてたおめでとうございました、今年もよろしくお願いします、お願いいたします、おやすみなさい。